ちゃこんにちは、さゆたかさん、はい、先日の交流戦、はい、MVP は日本ハムの水谷選手でしたね。すごかったな、はい、すごいです。あの最後、才木投手と水谷選手どっちが取るんだろうなんていうふうなのもありましたけれども、まあ、結果としては水谷選手、これあの歴代最高打率になるんですね。あの西武時代の秋山選手を抜いて、そうそうそう、うん、4割超えでな。そうですよ、素晴らしい。 いや、 やっぱもうすごい魅力の詰まった選手だな、うん、パワーもあるしスピードもあるし、はい、まあ、性格的にもね勢いあるし、はい、まあ話はしたけど、どんな感じでした？いやもうあれだったよ、可愛い子だったよ。可愛い子ってなんか、お頑張ってんねって言ったら、はい、はい、頑張ってますみたいな、そんな感じのもうパーンとしてる子だよ。そうなんですね、うんうん、性格もいいしな、うんうんうん、でまあ新庄監督と水谷の話をしたけど、はい、まあとにかくメジャーに行けるように頑張ろうと、はい、いうようなことでもうスタートしてるけどね、2人はね、うんうん、だから君の夢がメジャーであればそれは応援するという、はい、ことをもう約束し、うん、まあ、SNS でもな、使う前日に、はい、まあ、投稿して、うん、明日は水谷を何番で使うっていうな、うん、まあ、それに見事に応えて、はい、まあ、そこからこうスタートしたけどね、はい、まあ、交流戦で目立ったけど、その前のオリックス戦かな。そうですね、まあ、ちょうどなんかな、水谷が打ったんだよね、同点打を、はい、その時に、まあ、新庄監督がえらく喜んでたけど、うんうん、まあ、そこからかな、乗り出したのは。あの4月、あの北九州の球場で、ソフトバンク戦に1回出たんですけれども、うん、すぐにまた、まあ、そうだね、まあ、その時ね、多分ね、5番に抜擢したと思うんだよ、何試合目かで、うん、で、その時ダメで、はい、まあ、ちょっとまだ5番は早いんじゃないのかなっていうふうに、はい、まあ、ちょっとコメントした覚えはあるんだよね。どこでコメントしたかちょっと忘れたけど、はい、まあ、3連戦かなだったかな、3連戦を振り返りで、うん、で、まあ、その後、まあ、2軍でやってるところも、うん、2軍戦見たけど、うん、まあ、一生懸命やってるし、でも2軍ではやっぱりちょっと抜けてた感じがしたな、まあ、そうですよね、パワーとかね、うん、うん、そうですよねって言うけど昨年までお前1軍1回もないんだから3軍とかですね。そう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 、まあ、それで日本ハムに来て、うん、で2回目の時にね、また SNS で、まあ、新庄監督が明日水谷を上げて使うっていうふうに言ったけど、はい、やっぱいい素質してるな。そうですよね、うん、なので今回の動画は水谷選手なぜこんなに飛躍できたのか豊さんにちょっと分析ということで、現在打率は3割8分1厘、はい、ホームラン3本そして19打点で、身長193センチの99キロ、23歳、でも実は6年目になるんですね。そうだね、はいはい、あの身体的にも非常に恵まれたものを持ってますし、この水谷選手のまず魅力っていうのは、豊さん、まずね、活躍するにあたってやっぱこう誰と出会うかだよね、うん、やっぱ新庄監督と出会ったっていうのが大きいと思う。まず一つ目はまずはそこだと思うよ、はい、やっぱり水谷の魅力に気がつくか気がつかないかっていうのは、うん、やっぱ指揮官であったりだとか、やっぱコーチだよね、うん、でもソフトバンクの時にチャンスがなかったっていうのは、選手の層も厚かったのかもわからないけども、はい、その魅力を試してみようとする監督もコーチもいなかったということでしょ、うん、そうです。まあ、そうなってくるとやっぱ新庄監督の出会いっていうのはすごく大きいと思うよね。これあのね、そのままソフトバンクにいたらもしかしたら一軍にずっと上がれないままっていう可能性も、まあ、まあなくはなかったよね。まあそれは分からないけどもね、はい、まあ、ただその日本ハムに来て、うん、まあ、新庄監督が使うっていう風になってくると、はい、今まで溜まったものがやっぱ弾けるというか、うん、いや実力はあったと思うよ、はい、で一昨年、うん、あの細川が中日行って、はい、まあDeNA でもレギュラーとして扱ってもよかったような選手だけども、うん、なかなかそこには同じような形の選手がいて、うん、使うことができなかった、うん、でやっぱこう水を得た魚になって、うん、弾けるようになった、うん、まあ、それとよく似てるよね。で実力があるんだよ、うん、だからホームラン3本全部が変化球だと思うんだよね、うん、落ちる系のボールそれを全部拾ってホームランしてるんだけど、あれだけ若いとさ、まあ、教室であったり、教室ってわかる、まっすぐ一本っていう、あ、はい、なんかそういう選手も多いんだけども、うん、しっかり変化球を打ち返してるというあたりが、
っぱセンスは感じるよね。新庄監督はどういうセンスを見抜いて抜擢したんですかね。それ新庄監督は、うん、だからその見抜いてることも確かなんだけども、うん、やっぱり10試合だったら10試合チャンスをやるっていうんだよね、黙って、うん、でそこでチャンスをものにできたのが万波だった、はい、で今年は水谷に10試合やろうと思って腹を決めて使ったのがオリックス戦から交流戦にかけてだと思う、はい、だからここをやっぱしっかりものにしたということがやっぱもう新庄監督の中ではもう外さないという、うん、でその期待に応えられたのはやっぱこう相性だと思う。新庄監督と水谷の性格的な相性というか、うん、そういうこともあると思う。あのだからその交流戦の途中で自分は水谷選手をメジャーリーガーにメジャーに行かせるべく一緒にこう成長というか指導していきますっていうのも書くぐらい、まあ、お互いコミュニケーションとか、まあ、まあそうだね、まあ、それとそれだけの素質を感じているということだよね、はい、やっぱ普通いやこれはちょっと無理だなと思うんだったら、うん、そんなことは絶対言わないし、うん、いやメジャーに行けるだけのパワーを持ち合わせてるし、うんまあ、スピードもあると、はい、あとは確率性と、うん、あとは守備だと、はい、いうふうなことで課題は設けながら、うんまあ、マンツーマンでやってたりだとか外野の守備をね、うんやってたりだとか、まあ、いろいろするわけじゃない、うん、だからまあそこら辺で の, その愛情をかけてもらった期待に応える、はいまあ、そこがやっぱこ う, うまくいってるのかなっていうような感じがするよ、ね、そうですよね。そ、まあ、もちろん新庄監督もメジャーね行ってますし、はい、なかなか監督がよしじゃあ君をメジャーリーガーにすべく育てるよなんていう監督公にいないですよね、まあ、いないよね、うんまあ、だけどやっぱそれだけのやっぱ夢を持ってるし、うん、その夢を潰さないという意味では協力しかないよね。確かに。でそれに手を差し伸べてくれる、まあ、愛情を感じるというか、うんまあ、だからついていこうと思うし、うん、で、まあ、この人のためにというありますよ、ね、まあ、絶対あると思うよね。あとまた一つ新たに夢に向かっての目標が定まってできたことによってそこに向けて頑張ろうっていう、まあそうだな、はい、集中力が高まるというかありますよ、ね、まあ、そういうのはあるよね。水谷選手っていうのは将来的にはどういうバッターになるんですかね。どういうバッターになるか、うん、まあでも確実性のある、うん、で長打も打てる、はい、まあそういうバッターにはなるだろうね、うん、振ったら的確に捉えていくもんね、うん、割とファールなく、はい、もう初球から155キロぐらいの球をバーンとセンターオーバー打ったりとか、はい、まあ、する時もあるし、うん、いやだから非常にこうミートもうまいし、うん、飛ばし方もうまいよね、うん、角度のつけ方もうまいし、うんうん、だから金備えてると思う。今まだその弱点というかこういうことをしたらさらに良くなるよっていう点っていうのはあるんですか。いやそれはもちろんあるよ、うん、それは完璧な人間っていないしさ、完璧なバッターっていないし、うん、それはまだまだ7割とか6割5分あ失敗するわけだから、うん、だからそれはまあ欠点じゃ欠点はあるけども、うん、その欠点を欠点と水谷はあんまり思わないよね、タイプ的に、うんうん、ただここに来るボールに対して勝負してるっていう、だからホームがどうのこうのとか、まあ、そういうこともある程度は考えるだろうけど、練習の時とか試合になったらここで打つことしか考えてないとか、ミートすることしか考えてないとか、まあ、そういうあまり欲をかかないバッターだよね、うんうん、でここで絶対ホームランがいるとか、はい、そういうのは思ってるんだろうけども、それがあまり表に出ないバッターだね、うん、まあ、至ってシンプルだと思う、うん、だから深く考えないというかものを、はい、だから本能でやれるというか、うん、本能でやるプラス自分を信じきれてるというか、うん、自分の力を信じるという、その信じる力が強いのかなっていう感じがするよ、うん、これねやっぱ悩みが深くなってくるとスランプになる、だから自分からスランプを招き入れないタイプのバッターだよ、うん、ああ強タフですね。いやタフだと思うよ、うん、それはやっぱねメジャーリーガーのトッププレイヤーのメンタルによく似てるかなっていうふうに俺は思ってる、うん、だから新庄監督はメジャーにそういう教育をって言ったけど、うん、まあ、そういう性格的なことも新庄監督は分かって言ってるのかなっていうような気がする。だからマンちゃんとこう比べると、はい、マンちゃんはねやっぱねちょっと自分を疑う時があるんだよ、あ
いやもっと信じろよお前の素質って、お前の素質なんか持ってる人間いないよみたいな言うんだけど、やっぱりちょっとこういうことをやってみようとか、こうしなきゃいけないのかなとか、そういう自分の中では決め事が多い、だけど水谷っていうのはそんなことない、自分を信じてる、ここで打たなきゃいけない、打つことだけに集中できるっていう、余計そういう雑念がない、だからそういうその違いはあるね、人との、だからそんなに俺はスランプはないと思う。あ、そうなんですね、何がないのか。いやだからまあ疲れとかね、はい、まあ、1シーズンもちろんその1軍でフルに出たことないから、まあ、疲労から来るスランプっていうのはあると思うけども、はい、精神的に崩れていくスランプはないと思う。そうなんですね、まだね規定打席に達してないので、公の方の打率ランキングには乗ってこないんですけれども、まあ、現在3割8分1厘なので、今年のさらに何かタイトルをっていうところは狙える位置に、いや首位打者行くかもね。え、そうですね、そらコンちゃん大変だと思うそうですよね。いやコンちゃんってね出来上がってるから、ある程度、こうバーンと弾いた数字っていうのは、なかなか出せない、はい、やっぱねそのなんていうの、走るペースをもう覚えてるというか、こんちゃんはだから2時間10分台の記録は常に出せるっていう走りなんだよ、はい、でもこれを5分にしたりとか、ね、2時間切るぐらいのペースを上げるっていうことがなかなかできないんだよ多分、ペース的には、はい、でも水谷っていうのは未知の数字があるから、だからここで2時間切るぐらいのスピードパワーを持ってるかもわからないよね。そうですよね、だからこんちゃんも大変だと思うよ強敵ある3割2、3分はね、こんちゃん打つペースっていうのはもう完全に掴んでるし、はい、ただそこから枠、出来上がっちゃった枠からどうしたら出れるんだろうっていうのが分からないでいると思うんだよね、はい、でも水谷っていうのはそういう色がないから、ボーンと取るときにはみんなが3割打つのにヒーヒー言ってるこの時代で、3割6分とか7分とかっていう数字をボーンと叩き出してくる可能性はある。わあ、楽しみですね。その魅力は感じる、伸びしろはすごいあるっていうことですもんね。そのかね、今回は今年はもしかしたらその、ね、首位打者狙えるっていうところですけども、今後メジャーに行くまでの中で例えばさらにタイトルいろんなものを取ったりとか、そういうこともできるような選手なんですか。まあ、そうだな、まあ、まだ3本しかホームラン打ってないけどもさ、まあ、ここの辺のホームランがどのぐらい伸びるんだろうとかね、まあ、そういうことはこう楽しみにしたいと思うけども、やっぱ勝負強いから打点だよな。打点の方ですか、やっぱ勝負強さ持ってるよ、彼は。だからそこら辺何打点ぐらいいくのかなっていうね、そういう可能性も含めて、まあ2冠とか取ったら痛快だけどね。いやすごいです、まあ、ホームランはちょっと無理かもわからないけども、その打率と打点、はい、俺はなんかね山川走ってるけど、はい、捉えたらすごいな水谷選手がね、いやそうですよね、まあ、魅力あるね。ありますよね、もうねがっちり外野のねポジションから打順もそうですけど、スタメンのポジションももう取ったので、ますます今川選手がね、豊さん頑張らないとって、泣いちゃうよ。なんかねファームで見ててもね、スタメン見ててもないわけよ、名前がないですよ。怪我したのかなとかさ、そうですよ、ね、思うんだけど、お前ちょっとなんかあるんだったら連絡してこいよ本当に、ね、一歩入れてくれればね、いや本当にね、そんなにも乗るしっていう、まあねそうだな、強い選手が出てくるとやっぱりね競争の世界なんだよね。だインスタでタミヤと一緒に撮って、今日本ハムで一押しみたいなこと書いたら、はい、今川がコメント欄に涙みたいな確かに応援してるから。そうです、応援するにはやっぱりね1軍でね切磋琢磨してる、2軍で結果も出さないとさお前スタメンにも名前ないよじゃん、困るよお前。そうですよね、世界中でここだけですよね、こんなに熱く今川選手を推してるチャンネルっていうのは ね、 であと清水ね、あ清水選手キャッチャーこの前神宮であった、あどうでした、飛んできてくれた、あ本当ですか、先輩とか言っていや京都の先輩でもあるからさ、あそうかそうか、いいんですよ僕はって、僕は板川さんの後を追っかけますから YouTube, YouTube でみたいな言ってたけど活躍して
活躍して、まあ、YouTuber なのでいやいや裏方でいいですから、ね、そんなそんな いつまでも裏方でいるなみたいな ね表に出てほしいですよ。本当だよね。そうですよね。いや日本ハムっていい選手たちがいっぱいいます、ね、可愛いんだよ本当に。そうですよね、いやだからね水谷選手のように一人でも、ね、多くまた新しいニューヒーローってどんどん出てきてほしいですよね。ね、ただ今シーズンの、ね、水谷選手の活躍はいや楽しみだな、ね、どのぐらいの数字を叩き出すのかね。そうですよね、はい、楽しみにしてます。